皆様こんばんは。こんばんは。令和4年5月13日金曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会、友の会、共産広告広告主、総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りいたします。キャスターの恵美龍之介と申します。はい、同じく野原美奈恵です。はい、恵美先生、2週間ぶりの出演になりますけれども、はい、あさってはいよいよ沖縄の復帰50周年の日となりますね。時間が経つのも早いもんでね、はい、ちょうど50年前は私は高校2年生でね、はい、熊本の進学校にいたんですね、それでこれからどう世の中が変わるかなと一抹の不安を抱きつつですね、はい、ああいう非常に荒れた時代にね、両親が沖縄だけ特別枠のあった国費留学制度とかね、将来あんなものには甘えずに自力で内地の人たちと勝負しなさいと言って生かしてくれたことに今改めて感謝の心を持ってますですね。はい、もうあの時はね、はい、沖共産の方々が全然事業はしないで、うん、政治運動ばっかり、復帰が決まりゃいね、今度復帰反対運動に転じてね、世の中が荒れに荒れてね、はい、でまあ、今日本文でも説明しますけど、この教員の子どもたちも息子娘もね、こっそり本土の学校に転校して避難させていたのね。そうですね、そういう非常に波乱万丈の沖縄でした、50年前ですね。はい、それでは、はい、本日はその日のお話も交えてお送りしたいと思います。はいはい、それでは本日のテーマを申し上げます。本日は復帰50周年、感謝の心を持ちましょうというタイトルでお送りいたします。1、もったいない国際化教育プランをぶっ壊した沖共訴。2、米陸軍大将ポール・ミキ・中曽根に続け。3、日本国民として復活した米海兵隊大佐。4、NHK よ、それでも公共放送か。はい、以上の4つの項目でお送りしたいと思います。本日も はい、どうぞよろしくお願いします。あとは、ね、離島の皆さんに呼びかけましょう。はい、ちょっと今、はい、離島が非常に厳しい状況に来ているからね。はい、野原さん、これも呼んでいただけますか。わかりました。そうですね、離島の皆様へ注意喚起として、お伝えしたいと思います。一つ目ですが、中国の空母機動部隊が石垣、宮古、大東島付近で活発に離発着訓練を実施しております。日米のウクライナ支援を牽制するための威嚇行動拡大と解されます。はい、一つ目の注意喚起はこちらです。はい、恵先生、はい、何かございますか。あとはね、はい、地震の微震動が、はい、1日でも最大2回は発生してるんですね。はい、地震がですね、はい、で9日には気象庁が宮古石垣両島にですね、はい、まあ、緊急地震速報、地震警報を出したんですね。石垣では明和の大津波の事件もありますしですね、1771年ですかね。そうです、そうです、大地震がありましたね。はい、石垣で、はいはい、一応こういう軍事的な脅威と、はい、そしてこういった自然災害への脅威はあるもんですからね、食料とか飲料水の備蓄、充電器の整備等をぜひやってほしいなと思います。そうですね、はい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 、はい、皆様どうぞね、備えることをしていただきたいと思います。はいはい、それでは先生、本論にお願い、移っていただけますでしょうか。はい、項目1、もったいない国際化教育プランをぶっ壊した沖共訴。はい、この沖縄の声でですね、復帰時の行政主席屋良長病氏、初代高専知事ですね、を褒める方が いらっしゃいますけどね、私は何かの間違いではないでしょうかと思います。視聴者の方から訂正されたよと強く言われたもんですから、今日はあえて本チャンネルでですね、復帰における最も活躍した人を紹介したいと思います。実は当時沖縄を動かしていた中枢はですね、宮里真章副主席なんですよ。野村さん、宮里真章副主席ですね。はい、この人は非常に迫力もあったし、人望もあってね、ぐいぐい人リーダーシップを発揮する方でした。今話題 の北部の NHK のドラマでやってますけど、北部のご出身の方でいらっしゃいますね。元部のご出身でね、はい、お兄さんはね、知覧に名前が飾られてるんですよ、知覧航空隊に。
陸軍航空少尉としてですね、はい、特攻機で沖縄に突入してこられて、うん、本部上空を旋回してキャノピー開けてキャノピーから花束を投下してですね、それから一挙に元部沖に停泊しているアメリカの艦船に体当たりしたんですね、うん、その迫力を弟さんも引き継いでいてですね、真正先生もですね、私によくこういうことを言ってましたよ。もうすでに奇跡に入っておられるんですけどね、施政権返還という混乱期に私は部下たちに廃藩置県の失敗を繰り返すなと何度も言ったと、ややむ、そうそう、廃藩置県の時ですね、何でもかんでも反対していたから、でやら体制もそうでしたからね、もう何でもかんでも反対、大きにも反対言い出したからね、ややもするとやら体制はイデオロギーに偏重してただ反対ばかり叫んでいたと、それでは後世潜在の悔いを残すと思ったので思い切ったことをやりましたと言われていましたですね。そして西銘潤二元知事がこの屋良朝苗氏に語ったことを紹介しますね、はい、西銘知事はあの元海軍中尉でね、はい、私を海上自衛隊海軍の後輩としてあの指導してくださったんですね、はい、この昭和天皇に献上した神田健はあの冒頭の関東号をですね、あの西銘先輩は書いてくださったんですよ。そういうことで いろんな話を聞くことができたんですけどね、あのこういう屋良朝苗氏に対する感想をこう述べておられました。戦前屋良氏は中国愛国を強調し、教え子たちを盛んに軍学校進学を進めていましたと。軍学校っていうのは海軍兵学校とか陸軍士官学校ですね、はい、今では東大以上の難関中の難関だったんですよ、はい、進めていましたと。ところが戦後正反対の意見を言うようになり、うん、まさか左翼の偶像になるとは思わなかったと、選挙は死に勝つことが死を報いることであるということでですね、選挙で戦ったんですね、うん、で話が前後して恐縮ですけど、まずあの沖縄復帰を達成してくださった佐藤栄作元総理に対してですね、県民及び国民の皆さんはですね、改めて認識を新たにしてほしいなと思うんですね。最近の復帰50周年の番組を見てるとね、なかなか佐藤栄作の名前が出てこないもんだから。次いきます。アメリカ側の代表がニクソン大統領ですね、うん、でニクソン大統領はね、副大統領の時に沖縄に来られたんですね、はい、これはニクソン夫人が中病院の看護婦さんを激励している光景ですね。でそれに行く前にまずこの野原さん、この屋良朝苗氏の姿勢の記録をちょっと読んでほしいなと思います。はい、わかりました。先ほどの、ね、屋良朝苗氏の姿勢の記録ですね、ご紹介したいと思います、うん、一つ目ですが、警察官の拳銃携行を禁止してしまいました、戦争につながるから反対という理由でです。はい、二つ目です。自衛隊の沖縄配備を反対しました。他国、中国を刺激するからダメという理由です。3つ目、米軍基地完全撤去要求、いわゆる屋良建議書ですね、屋良建議書を、携えて上京して、まあ、失敗に終わっておりますけれども、まあ、これが形として現在残っております。4つ目、皇太子殿下、妃殿下、姫入りの塔で火炎瓶投擲事件を、原因を作ったんですね。作ってるんですね、はい、前日からの警備体制に反対、警察機動隊の反長靴を見ると、班長課、ごめんなさい、班長課です。失礼しました。班長課を見ると、戦前を思い出すからという理由で反対しております。はい。はい、5つ目、下地島空港使用に関する屋良覚書というものを出しております。軍事利用の禁止という内容です。6つ目、自衛隊の離島からの急患輸送に反対しております。ただし初回は、現場の指揮官の、現場の指揮官の判断で、実行されましたので、初回は追認という形でされております。そうですね、はい、以上こういったような姿勢の記録が残っております。はい、で私はね、はい、この復帰50周年にあえてこのまた屋良朝苗氏を引っ張り出してくるところにね、はい、なんか戦略的な異常さを感じるんですね、うん、ところがですよ、冒頭言ったみたいに最後の思い通りには世の中決してうまくいきませんから、
はい、遼寧が来て沖縄近海で離発着訓練戦闘訓練始めてるでしょ、はい、今この柔らかい建議書の内容をあの玉城デニ知事がまたコピーをね持って行って東京で陳情してるけどね、はい、物笑いになってますよ。そうですね、てめえの県のねあの新型コロナウイルスの感染率はもう日本でもダントツにワーストでしょ、はい、目の前の早いも生きる人間が何言ってるかと官邸を言ってるそうですよ。うん、だからねあの沖縄を刷新していかないとね、被害者意識だけで金もらえた時代はもう終わろうとしてますよ皆さん。そうですね、はい、そういうことで、はい、あの次の論に行きましょうね、はい、で沖縄返還の実現はニクソン大統領と佐藤栄作総理官で実施されたと、はい、いうことなんですけど、その次を野村さん読んでいただけますか。そうです、このどちら行きましょうか。こちらですね、ニクソン夫妻はですね、ニクソン夫妻のお話ですね、はい、ニクソン夫妻は1953年11月20日日本政府の国賓として招待を受け、渡航中希望により沖縄に立ち寄られました。その際ニクソンは高等教育の重要性と国際化を強調しております。これに従い軍府令165号教育法を公布、沖縄小学児童への英語教育の推進を試みております。はい、小学5、6年生の児童に放課後の英語教育の実施と英語担当教員に特別手当月18ドル、現在の20万円ほどですね、そうそうそう、はい、を支払うことを通達したところ、沖縄教職委員会はエリート教育と教員待遇の差別化と階級闘争的な論調で批判、結局彼らに妨害されて中止となってしまいました。はい、本当にもったいないことしました ね、 そうですね。これが中国だったらね暴動が起きてね、当時の沖縄教職委員会の役員の墓を暴いてね叩き壊してますですよね。過激な話して申し訳ないけど、もう何でもイデオロギーに利用していく。今日のテーマも説明したいけどね、 NHK までそれに便乗してるわけですね。そうですね、はい、だって日本の施政権が残ってるわけですから、言語は日本語を残したまま英語教育を施そうというだけのお話ですからね。そうですね、それでね、今のメディアが狂ってるのはね、はい、まるでイギリスからインドが独立したみたいな感じでね、復帰運動は自分たちが達成したって言ってるでしょ、違うんですよ。これはね基地の安定運用っていうのを絶対条件にね、はい、復帰したんですね。日本国政府はこれを県民および国民に説明してないもんだから、復帰万歳だけで酔ってしまってるわけ、ね、で日本は復帰はしたけど基地があるからおかしいって言ってるでしょ、お前がおかしいんだよって僕は言いたいんですよ、お前の頭がおかしいんだって。そもそもね、話がね、そもそもね、これは国が説明すべきだった。そうですね、はい、だいたいね戦争で失った領土をね話し合いで解決取り戻すっていうのは史上稀な例ですよ。そうです、ね、僕がニクソンだったら悔しかったらもう一回戦争しようかって、まあそうなりますね、お前がしっかり取り返し切ったら元に戻すぜって言うで言いますよね。実際香港返還の時には小平がね、サッチャー首相に対して、あなた方返さなかったら武力発動して取り返すぞと脅迫してるからね、そういった面ではね我が国は非常に甘がぬるま湯に浸ってしまってね、北方領土の返還の時にも話し合いだけで、あるいはプーチン大統領を山口に招待してごちそうで面したら、ね、返してくれるとね、実に曖昧な思いになってしまってるんですね。だから国際情勢の厳しさを認識すべきですよね、野原さんね。そうですね、そう思います、はい、それでじゃあこの次の当時沖縄からの方を読んでいただけますか。わかりました。先ほどはあの、ね、米軍の英語教育のお話をしましたけども、一方ですね当時沖縄から、中国大陸に向かってボイスオブアメリカが放送されておりました。当時中学生であった劉明光氏はその電波を聞きながら英語を独学でマスターし、ロンドン私立大学へ進学し経営学修士 MBA を取得、中国銀行校長、いわゆる頭取ですね、頭取として欧米流の経営を中国に導入しました。劉氏の中学時代は文化大革命の真っ最中であり、公安に見つかれば一家
はスパイ容疑で牢獄にぶち込まれているところです。そうなんですよ、はい、沖縄は物が余りすぎてね、はい、生かしきれなくて消化不良を起こすわけ、はい、中国みたいに命かけて英語を勉強して独学で米語を勉強してね、イギリスで MBA と取る姿を見るとね、同じアジア人でも ここまで違うのかと思いますでしょう、野良さん。そうですね、はい、結局国のためになるようなことにつながってるわけですからね、この粒子のね、もう勉強はね。そうですよ、はい、はい、でこれはね、現在の沖縄教職委員会も猛省を促したいのはね、今でも当時 の化石が出てくるわけ、石川源平とかね、北朝鮮かぶれ、はい、こういった連中が今でもそのテレビ出てきて復帰50周年はねとか言ってるんですよ。甘い世界だなと思いますよ ね。 そうですね。で立法院の立法院っていうと今でいうと沖縄県議会、その県議会の議決を無視してね、はい、約2万名の左翼陣営がその突入して、教育二法を阻止したでしょ、これもびっくりするの、今でも英雄表現してるわけだね。本当ですよね。これまた同じことしようと計画してるのかなと思うぐらいですね、進歩してない、ということでですね、次に行きましょうか、はい。まあ、おかげでね、沖縄は英語も全国、まあ、模擬テストで最下位ですしね。ああ、僕はね、はい、ある中国人と今メールで英語でコミュニケーションやってますけどね、全国旅行してね、日本全国旅行してね、はい、一番英語が通じないところは沖縄って。ああ、そっか。だから教職員が悪いんだよって言ってやりました。この連中はもし中国だったらね、みんな牢屋にぶち込まれてるよって言ってきましたから。そうですね、うん、ということで、はい、次に行きましょうか、はい。次ですね、やればできる。僕が厳しいこと言うのはね、皆さんに進歩してほしいから言うんですよ。次はね、アメリカ陸軍大将ポール M ダポールミッキー中曽根大将に続けです。野良さん、ここも読んでいただけますか。はい、わかりました。沖縄移民三世の中曽根米陸軍大将が2018年5月米国国家安全保障局局長兼サイバー軍司令官に就任しました。在日米軍司令官が中将ですので、ランクではその上になります。県民の米軍に対するイメージを大きく変えようとしております。はい、この大将という位についてですけれども、外国では日本と異なって軍人への国民の支持は極めて高いです。米国で民間機に乗るとき、最初がハンディキャップの方、妊婦の方、その次は軍人という順番で、民間機に乗られます。その軍隊のトップが大将であります。その下に中将、少将、准将、大佐というランクがあります。米国では大佐以上の職位は終身であります。彼らは軍をリタイアすると、特に中将以上は大学の学長、国防長官、日本では防衛大臣ですね、または国務長官、または外務大臣ですね、大使の要職に転ずるものが少なくありません。そういう2018年5月4日ドナルド・トランプ米大統領、当時は沖縄移民三世のポール・ミキ・中曽根米陸軍中将を大将に昇格させました。当時54歳です。同時に国家安全保障局局長兼サイバー軍司令官兼中央安全委員会長官に任命しております。このポストにアジア系が就任するのは初めてです。またサイバー軍は戦略軍指揮下から独立して太平洋軍、欧州軍などの統合軍に格上げされました、されました。このため中曽根大将は大統領に万が一不測の事態が発生し執務困難に陥った際、国家指揮を担う権限の順位が付与されております。中曽根大将もリタイア後は大使または国務国防長官のどちらかのポストに就くものと思われます。あるいはアイゼンハワー大統領のように将軍から大統領への道も夢ではないと思われます。はい、ありがとうございました。それでね、私はポ
ポール・ナカソネ氏がもし将来ですね、はい、国務長官とかになったらね、国際通りじゃなくて銀座のストリートでね、カチャシ踊って見せますよ県民としてこんなに嬉しいことはないということで、カチャシって言うと皆さんでもすぐ叶うかもしれません、ね、めちゃくちゃダンスですね、沖縄の、はい、創作ダンスという人もいるけどめちゃくちゃダンスカチャシ踊って見せますよ、祝いの前ですよね、はい、そうです、そういうことでね、やればできるしそれだけの能力も持ってるんだけど、はいはい、このお聞きよそっていうバカどもがシールとしてね、かわいそうに沖縄の子ども青少年はね、平和教育って言ったり、うん、琉球王国花盛りみたいな話されてね、はい、スポイルされるね将来が、うん、だからこのチャンネル桜をできるだけ少年少女も見てね、でかい夢を持ってほしいなと思います。そうですね、まあ、これは残念なことです。はい、はい、次いきます。はい、次項目3、日本国民として復活したアメリカ海兵隊大佐。皆さんこの写真ご存知でしょうか。2000年の11月13日、野田さんまた読んでいただいていい？わかりました、はい、2000年11月13日ですね、ウィリアム・パケット海兵隊大佐、お写真の方ですね、キャンプ・キンザーの司令官でありました、ウィリアム・パケット海兵隊大佐が心臓麻痺で急逝されました。生前の遺言に基づき3人の日本国民へ臓器が提供されました。1人は沖縄県民です。それを知った部下たちは大佐に続けとドナーカードにサイン、万一の時は日本国民に臓器を捧げると記載しております。はいはい、この写真はね、亡くなる1週間前の写真をご夫人からいただいたんですね、うん、私が、ご夫人にですね、寂しいでしょうって言ったらね、いや主人はね、日本国民として生まれ変わって生きてるから寂しさはないっていうことを言ってくれた時はね、びっくりしましたね。皆さんね、僕も元自衛官だけどね、はい、自衛隊の司令あたりが沖縄に来てですよ、万が一の時には自分の臓器を捧げるとかね、行ったりやったりしてるのは誰もいないしね、これだけ沖縄を愛する証としてということで遺言を残されたんですね。それでね、はい、いいですか、ちょうどこの頃ね、僕はね、防衛省の事務次官に呼ばれてね、こういうことがあったんですよ。沖縄本島の中部のショッピングモードでね、ショッピングモールで、はい、モールでね、ある老人が心臓麻痺を起こして倒れたって、はい、取り掛かりの海兵隊の黒人の注意がね、はい、すぐ蘇生処置をして生き返らしてね、うん、心肺停止の状態だったからを救ってね、救急隊に引き継いだらしい。それでその家族からね、ぜひお礼をしたいからっていうことで手紙を受けたもんだから、はい、東京の沖縄タイムズと琉球新報の支社長を呼んでね、まず記事書けって言ったらね、はい書けますって言うけど全く書かなかったらしい。だから米兵が何かしたらこんな古代大きく誇張して書くけどね、実名もすぐ上げるけど、いいことしたら知らんふりなんだこの連中は。なるほどね、ということですからね、今日はあえてね、こういう立派な提督たちもいた、大佐もいたということをお話してね、したいです。米軍は大佐に続けといってもう20件以上も臓器提供してるようじゃないですか、ね、そうです、詳しい数字は秘密だって言って教えてくれないけどね、最低でも20件以上やってますよ。だからメディアはね、公平にこういったいいことしたことも列挙してほしい。そうですね、うん、じゃあ次はまた美談について話しますね、はい、これ野川さん読んでいただけますか。はい、こちらは琉球新報の平成8年7月12日の記事からご紹介します。端折ってご紹介しますね。命の恩人に再会、五石摘出手術の少女、44年ぶりに米軍医と、という記事です。お元気ですか、今あるのはあなたのおかげです。1952年本部町で誤って碁石を飲み込み喉を詰まらせた少女、当時4歳が米軍医が野戦病院で手術、石を摘出し一命を取り留めた、その時の少女幸子トンプソンさん47歳、旧姓池江幸子さん、米アラバマ州在住ですね、と幸子さんの母親池江鶴さん77歳
は、軍医ウィリアム・ C ・ダウニングさん74歳、米オハイオ州在住の、ウィリアム・ C ・ダウニングさんと11日浦添市の在沖米領事館で44年ぶりに再会、感激の涙で抱き合いました。ダウニングさんが昨年12月頃軍医時代の身の回り品を整理している時、偶然に大手術を成功させ、沖縄軍統政府から人命救助表彰を受けた当時の写真を見つけた。日頃から幸子さんのことが気がかりだったダウニングさんが、それ以来写真の裏に書かれた文章を頼りに少女の消息を探し続け、やっとのことで幸子さんが米国人と結婚しアラバマ州に住んでいることを突き止めました。ということで、こちらはですね、碁石が食道に縦に挟まった状態で引っかかり、2週間余り那覇の病院をあちこち回ったが、当時の病院では石を取り出すことはできなかった。手術の時は輸血のため同型の血液の兵士を待機させて行ったといいます。はい、そういった記事ですね。はい、なんか事件起こしたら県民総決起大会って言って大暴れするくせにね、はい、いいことした時も総決起大会やれよって言っていたりですね。本当ですよね。でこういった資料を探してみるとね、もう無数にで出てくるんですね。そうですね、はい、よくまあこんなあの沖縄のためにね、あのコストも関係なくやってくださったなと、今あのウクライナで展開されているあのロシア兵の、はい、亡霊ロシア兵に比べたらね、はい、格段の差ですよね。そう思います、はい、あっちは盗む方、こっちは与える方だから、ということでね、あのまあ、こういったお話がエピソードがたくさんありますから、おそらくそういったことで次にご紹介したいのはオグデン少将の長官のお話ですけれども。そうですね、はい、沖縄に事前線を敷いた長官、はい、次、はい、このオグデン長官が転勤しようとしたらね、引き止め運動したんだな、はいはい、あの沖縄に対する財政援助がね、アメリカの方が高いうちはね、はい、まあ、ここら身内の方がうちって悪いけどね、沖縄のに対する財政援助がアメリカ政府の方が大きい時にはね、みんなアメリカ様様、うん、でアメリカの司令官が転勤する時には待ってください待ってくださいって引き止め運動、うんうん、ところが日米の経済格差が経済力が逆転するとね、はい、なんだアメリカ帰れって、そういうことになってますよね。そうだからこの、はい、例えが悪いかもしれないけど、この、はい、微振動ですね、地震のね、はい、これそのうちでかいのが来てね、うん、天罰が落ちるかなと思ったりしてますよ私は、はい、そうですね。ではあの、オグデン長官のお話記事をご紹介したいと思います。お願いします。はい、画面の切り替えを、はい、こちらも琉球新報の1955年1月12日の記事からご紹介いたします。オグデン長官を長く沖縄に、市町村会が要請と住民運動というタイトルの記事をご紹介いたします。沖縄市町村会は去る6日臨時議会を開き、オグデン副長官の長期勤務を要請する陳情について決議をなし、直ちに陳情文をアイゼンハワー米合衆国大統領をはじめ国務長官、統合参謀本部長、米国要路と春民政長官に送るとともに、オグデン副長官にも要請することとした。その陳情内容の要旨を、お伝えいたします。オグデン副長官が着任以来、琉球の復興は急ピッチで促進された。オグデン副長官の向上にした施策は必ず明日の輝かしい新琉球を建設してもらえるものと、全住民は副長官に大きな期待をと協力を持っている。オグデン副長官が過去2年間の調査と研究の成果が具体的な施策の上に具現化され、新琉球の建設が促進されるまで、オグデン副長官を琉球に長期勤務させていただきたいという記事ですね。もう今の琉球新報とは180度違いますね。そうですね、まあ、そもそもね、琉球今の琉球新報はね、はい、あの
米軍が作った新聞で、はい、サンフランシスコ講和条約の発行の時に祝意を表してね、はい、あ、ウルマ新報だったな、ウルマ新報から、はい、から名称を書いてね、はい、琉球新報に書いたんですけどね、はい、今はもう極左新聞になってるからね、なってますね、はいはい、こんなこともあったにもかかわらずですね、同じ新聞社とは思えないですね、はい。また私この記事に関連して、うん、翌々月小栗少将が転勤されるときに盛大に祝いをしたという記事も見ましたよ先生。そうでしょう、ね、しかもね、この国道をね、小栗道路って名前にしようとしてね、はい、決議までしてるわけ。そうですね、はい、でケロッと今だと忘れてね、うん、27年間の異民族統治って言ってるわけ。そうですね、だから今度はじゃあ次は中国の統治受けてみたらって喉まで出かかるんだけどね、やめてください。はいはいはい、はいはい、それでは次に参りましょうか。次行きましょうか。次はね、はい、NHK をそれでも公共放送か、はい、これ大変なことですよ皆さん。 NHK はね、公共放送とは言えないぐらい変更してね、はい、なんとか沖縄で反米感情を煽ってね、米軍を追っ払おうとしてるんだ、はい。で例えばその一番の例がですね、最近のまず連続のルポルタージュですね、はい、全部アメリカが悪いみたいにしてるでしょ。復帰50周年の記念特番を連続でやってますからね、その中でお話ですね。そうですそうです、はい、その中で特にこれは看過できないと思ったのはですね、はい、米軍専用施設が沖縄に偏在すると。で玉城デニーに至ってはね、これは差別だって言ってるわけ、あれも自分の息子が娘に差別っていう名前もつけてほしいなと思うんだけどね。どういうことかと言いますとね、はい、皆さん、これはね、沖縄県が発行した、これは沖縄県が発行した資料ですからね、それに基づいてお話しますよ、はい。この中でね、はい、まず在日米軍基地全体では 25%、はい、沖縄にある本県の比率はですね、あ、違うわ 19.25% だ、はいね、ところが専用施設、要するに自衛隊と共有してないところ、はい、共有施設っていうと旧帝国陸海軍の施設をそのまま踏襲して使ってるからね、はい、岩国とかですね、はい、厚木、横須賀、佐世保ということになるけど、この専用施設という表現になるとですね、急に分母から大きな基地数字が省かれるもんだからね、膨れ上がるんですね、はい、これでは 70.4% です、はい。で私はですね、2015年の12月2日に NHK 視聴者と語る会っていうのがあって、はい、そこに行って提案したんですね、はい、この米軍専用施設が7割が沖縄に存在するというとね、もう沖縄基地だらけでかき分けて歩いてるようなもんにイメージがするからね。そうですよね、7割在日米軍基地の 20%、はい、専用施設の 70% っていう表現に加えたらどうかって言ったらですね、JR 九州の 石原さんか、はい、NHK の役員でもいらっしゃる石原さんがね、はい、大きな声でそうだって言ったんですよ、それで半年間は NHK 守った、で半年過ぎたらまた赤ちゃん帰りしてね、また専用してその7割が沖縄にある言ってるんです。そうですね、ところがね皆さん、大きな自己矛盾を抱えてるんですよ沖縄県は、そういう被害者意識を前面に出したと思うとですね、2011年の11月7日から上海で行われた、沖縄県主催で行われたですね、はい、沖縄国際航空物流ハブ事業2周年周知イベント in 上海、はい、ここでは何て言ったか、沖縄にある軍用地はね、安全確実な投資物件ですと、うん、どうぞ買ってくださいって言ってね、客引きしてるわけね、うん、そうかというそれだけじゃないですよ。次のページの平成29年、はい、これはね、この専用施設の 10% 以上はね、はい、県民が誘致運動して誘致したところなんですよ、はい、これは過去3名の知事が認めていて、この公文書も残ってますから、はい、自分たちで誘致していてね、専用施設が集中してる、差別だって言ってるね、はい、もうそろそろ日本国民の皆様も怒ってね、うん、水引っ掛けてやればいい、こんなやつが来たらバケツに水入れて、はいはい、それでは県議会でもその証拠が示されております、はいはいはい、平成29年10月2日県議会で自民党の照屋守幸県議がこう質問しております。
沖縄の米軍基地は全て銃剣とブルドーザーで強制接収されたと、とても有名なフレーズがありますが、これは事実ではありません。銃剣とブルドーザーという言葉が象徴する県民の意思とは関係ない軍用地の強制接収は確かにありました。しかしそれはごくごく小規模なものであり、基地全体の 0.8%、 177ヘクタール程度にしか過ぎないのです。逆に県民自らが軍用地の提供を申し出て米軍基地を誘致した土地は全体の 10%、 1000とび79ヘクタールを超えており、その中には太田元知事が在職中に提供した土地も含まれております。議事録の平成10年2月27日定例議会第2回第5号に記載があります。しかも本件は太田県政時代のみならず、稲峰県政時平成11年2月23日定例議会第2回第2号議事録、そしてそれから、中山県政時代議事録平成10年2月27日定例議会第2回平成19年3月1日定例議会第1回第9号にもそれぞれの知事が同様の回答をしております。はい、それでとどめをさせてもらっていいですか。はい、なぜかというとね、これ自衛隊と共有施設にすればこの専用施設を、はい、自衛隊プレハブ作ってそこに自衛官を2人ぐらい天然前の自衛官を置いてね、はい、お茶でも朝から晩まで飲ませておけばね、自衛隊と共有になるから、そうです、ね、限りなくこの 19% に近づいていくんですよ皆さん。そうですね、はい、こういうバカな取り組みをしてね、県民および国民を騙して、うん、沖縄問題をより混乱させようとしているわけでしょ、この NHK の公共放送がね、これ私近いうちに国会に行ってで、国会の先生方にこの不正のやり方をね、アピールしようと思ってるんですよ。そうですよね、7割が米軍基地だっていうイメージを与えてしまうとね、もう本当に私も友人に言われましたけど、買う土地なんてあるの、沖縄に耕す畑なんかあるのなんて聞かれたこともありましたからね。はい、そういうイメージになっちゃいますからね。そうです、はい、だいたいね、戦前はね、戦前はあの土地代も払いきれ払うの貧乏で、土地代も払えなくなってね、はい、夜な夜な一生貧乏も持ってで持ってですよ、うんうん、土地もらってくれって言ってですね、土地を投げ合いしてたんだからね、それが沖縄に米軍基地ができて急に地価が上がってね、カチャシボドっていうんだよな、あの、はい、デタラメダンスを、はい、こういった事実はもうちゃんとはっきり全国に開示しないとね、はい、いつまでも経っても差別だ、不公平だって言ってたらね、これ精神病に陥ると思います、私は。そうですね、はいはいはい、次行きましょうか。はい、次はですね、ちょっと話を例え例題をお話してから最終に持っていきましょうね。あと5分ですね。じゃあ最終結論に行きましょうか。はい、まずですね、私はね、はい、この復帰50周年にあたって本当は県知事がまともだったらね、はい、アメリカ政府、アメリカ国民および日本政府、はい、および日本国民にね、はい、感謝のスピーチをすべきだと思う。そうですね、はい、だいたいアメリカは27年間の統治の間にですね、はい、10億ドル今でいうと16兆円投下してね、うん、裸足で歩いて、はい、で豚便所みたいにして、あのトイレに豚を飼っていた非衛生的な県民の生活スタイルをね、一挙に変えたわけでしょ。はい、ズックを配ってね、うん、一番最初に沖縄に来た救援船の戦争には2万足のズックが当たっているからね、うん、大学を作りですよ、はい、看護学校を作り、そして感染症を撲滅してくれた、これ素直に感謝すべきでしょ。そうですね、どっかのあのレイプばっかりしているロシアの兵隊とは違いますよね。うん、で次ですよ、日本政府はね、復帰と同時に、これ皆さん知られてないことだけど大変な話ですよ、日本政府は復帰と同時に 無年金者約20万人全員に特別支給を開始、うん、ね、50年間に約30兆円沖縄に投下、まあ、これちょっと嫌味になるけど、メタボ日本一の豊かな県になりましたと。はい、でこれでまたあと10年この振興策を延長するっていうものだからね、うん、でそういうことでですね、本当はああいう NHK の、 あの極左グループがですね、
何でも反対に導かないで、はい、心の底からおかげさまでありがとうという言葉を発した時にね、うん、沖縄正常化すると思う。そうですね、うん、そしてね、先住民扱いを良してほしいのはね、うん、まだいくら東京で提案してもまだやれないでしょう。要するに次年度の予算折衝はね、各都道府県知事がやってる次年度の予算折衝はね、はい、沖縄県もさせればいいのに、うん、そうですね、内閣府が代行するもんだから知事は暇で暇でたまらんわけ、それで哲学的なこと考えて、あとはバーストするんだな、頭がパンって。そういうことになるんですね。ということですからね、はい、もういつまでも先住民扱いするなって僕は言いたいですね。はい、本当にそうですよ、はい、ということですね。野原さん、じゃあ今日の話は、はい、まあ、だいたいこれぐらいなんですけど、まあそうですね、今日はまあ、復帰50周年にあたってまずは感謝をしましょうという話ですね。そうだよ、もうまずありがとう、おかげさまでっていうことを言わないとね、はいはい、あれが悪かった、これが悪かった、被害者だって言っている姿を見るとね、恥ずかしいですよね、県民としてね、何か沖縄統治下最後の高等弁務官ランパート高等弁務官はですね、1972年5月15日復帰の日ですね、午前0時に自分に言い聞かせたことがあって、うん、復帰の日に沖縄の地に私がいてはいけないということで、午前0時に特別機に乗って、うん、静かに沖縄を去って行かれたそうなんですよね。偉いね。そういった話を聞いてもやっぱり米軍の何と言いますか、温かさというものが私は伝わってくるなと思うんですよね。そうそうそう、それと、はい、それとね、感謝の心を失っていけないと言いましたけど、はい、あと一点申し言うのを忘れてたんですけどね、はい、後藤昇さんという方がおられたでしょ、はいはい、彼がね、沖縄には国際都心でなりつつある沖縄県にはね、民間の迎賓施設がないからということでね、はい、わざわざ東急ホテル作ったわけ。あ、はい、それもかなりゴージャスな作りでしたよ、那覇にありましたね、ありました、アジアの方にありましたね。そこに戦後の総理として初めて沖縄に来県された佐藤栄作氏が泊まろうとしたらね、この最悪のバカどもがピケ張ってね、道に寝転がったりして、結局さまよったんだよ、宿泊先を探して。それを知った米軍の司令官がですね、うちの迎賓館があるからうちでぜひ泊まってくれ言ってね、はい、ライカムに招致したわけですね、こういった感じでね、おーおー、あたて返すのはノーベル賞もんもんみたいなやつがいっぱいいるわけ、沖縄には。そうですね、だからもっと素直なまっすぐ爽やかな気持ちを持たないとね、何でも恨みつらみにチェンジしてたらね、はい、そのうち天罰落ちるよとね。そうですね、私は言いたいね、はい、はい、感謝は基本ですからね。そうです、人の心はね、はい、はいはい、もう言い足りないことないですか、先生。もう今日は思いっきり、はい、言ったのでスカッとしました。わかりました。もうこのね、復帰50周年 特集 NHK や民放を見ててね、アメリカのおかげなのに全部自分がやったみたいにしてね。あ、そうですね、全てそうでしたね。米軍という言葉が一言も出ないような番組作りが確かに多いですよね。あ、もうびっくりしました。ストレプトマシンなんか空から落ちてきたみたいにやったりしてね。そうですね、はい、水道施設は米軍が作ったのになんか米軍が破壊したって言ってるしね、うん、本当ですね。これアメリカ国民がこれ知ったら日米安保破棄って言いますよ、すぐ、うん、思いませんか、野原さん。日米安保破棄したらすぐそこに中国人が立ってますよ、はい、悪いけど、はい、ね、困りますからね。そういうことです、はい、ですね、はい、復帰の50周年5月15日、みんなで感謝の心を持ちましょう、はい、というテーマでお送りいたしました、はい、本日もご視聴ありがとうございました。皆様良い週末をお迎えくださいませ。ありがとうございました。